遅かったわ、人間。エムデンを待たせた時間をどうフォローしてくださるのでしょう。かわいい人間さん。ヴァンパイアハンター、少し手荒い方々ですね。誰が夜を滑る存在か分からせてやろうじゃない。人間さんを貸してあげてもいいですよ、ヨルクさん。ただあくまで人間さんを貸しただけということは覚えておいてくださいませ。聖なるもので抵抗を試みても大丈夫ですよ。その小賢しい真似と反逆心もろとも、ゆっくりじっくりひねりつぶしてやるわ。夜を受け入れてくださったら、夜の法要をあなたに施しましょう。さあ、心の準備はできていて。目を閉じて。エムデンが夢を見せて差し上げます。すべてが叶う甘い夢、永遠なる夜の楽園。やってくれるじゃない、人間。これぐらいのわがままはエムデン許して差し上げます。新しい任務です。恐れることはありませんわ、かわいい人間さん。夜はあなたの進む先を導いてくださいますわ。任務完了です。よくやりました、かわいい人間さん。エムデンと共に祝杯をあげる権利を差し上げましょう。メールですね。エムデンが読み終わりましたらお渡ししますわ、かわいい人間さん。どこへと逃げようと、人間さんが最後にたどり着く場所はここですよ。心から屈服した人間がエムデンから逃げられるわけないじゃない。お使いの子たちが戻ってきました。あら、今日の戦利品を。なかなかの手際じゃない。